フラットベッド式のプロッターの例。HP9862A ドラム式のプロッターの例。コールコンプ565インクジェット式プロッターの例プロッターはコンピュータの出力機器の一種でベクターデータを元に動作するものこと。この装置はもともとは線を表現したデータを紙の上に線として現実化するにあたり内部的には一旦 点の集まりのように扱い、プロットプロットつまり、例えば学生がグラフを手書きするときに、X、Y の値を一組ずつ求めて、手をいくつも打って、それを線的に結びつけていく行為を何度も繰り返して、線を出現させるように、X、Y の値を一組ずつ、内部的に指示し線的に結びつけるように、ペン先の位置を制御する、という発想で捉えられた装置なので、 プロッターと名付けられた。台の上に紙を固定して、X、Y の方向にペンが動くタイプは、その特徴を踏まえつつわかりやすいように、X、Y プロッターとも呼ばれるようになった。当初はペンを装着して用いられたので、ペンプロッターとも呼ばれたが、その後ペン以外の金属陣やインクジェットやレーザーを装着するプロッターも登場したので、ペンプロッターはペンを装着した。 特定のタイプだけを指すようになった。かつては、主な用途は建築の設計や、機械設計のために、カナダドルなどで製図した図面を出力することであった。設計図というのは一般にかなり大きな紙に描くものなので、プロッターもオ板の用紙に出力できるものが一般的となり、それがプロッターの長所の一つであった。ただし、複数色のペンを切り替えつつ、 カラーの設計図を出力できるプロッターもあったものの、ペンで線を引くという方式なので、線を組み合わせた図形しか印刷できず、面の塗りつぶしやグラデーション、自然画の印刷などができないという制約、弱点はつきまとった。こうした特徴や制約を踏まえて、プロッターとプリンターは、目的や用途に応じて使い分けられてきた歴史がある。本校では、 広くプロッター全般について述べる。様々な分類方法がある。ペンプロッタ、ペンレスプロッタに対別する方法もある。ペンプロッタは、ペンを用いるプロッタ。ペンレスプロッタとはペンを用いない、プロッタの中でもインクジェット、関熱式、静電、レーザー LED などで紙に何かを描くもののことである。蒸気のペンレスタイプを、さらに細分化し、インクジェットプロッタ。 関熱プロッタ、静電プロッタ、レーザープロッタなどと分類する方法もある。ラスタプロッタは、ベクトルデータを点の集合に変換させて、ビットマップデータを出力させるタイプ。カッティングプロッタは、フィルムや紙やシート類などをカットするために使うプロッターであり、ペンの代わりに金属陣が装着されているものである。また、フラットベッドタイプ。 ドラムタイプに対別する方法もある。フラットベッド方式はシートが台の上に固定され、ヘッドが二次元的に移動するタイプであり、ドラム方式の方は、ドラム状の部品が回転し、シートが前後に移動しヘッドは左右にだけ動くタイプである。ドラム方式は、フラットベッド方式に比べて設置場所の床面積が少なめで済む、という特徴がある。 最初のプロッターは1953年にレミントンランド社によって発明された。ユニバックコンピューターと組み合わせて使用し、技術図面を描くのに使われた。メモリが非常に高価で、処理能力が限られていた時代には、高解像度の大きなベクターイメージを描く最速の効率的手段だった。なお、ペンプロッターの描画能力は、可動部のサーボ機能に依存する場合が多く、 規模によって使い分けられていた。古くは、プリンターは、文字の印刷しかできず単にテキストのデータをプリンターに送るだけで、ページ出力を得られたのに対して、プロッターの方は線画を描くため、ペンを紙から持ち上げる、ペンを紙に置く、ここからあそこまで直線を引くといった命令で、ペンの動きをいちいち制御してやる必要があり、多くの制御言語が開発された。 特に有名な ASCII ベースのプロッター制御言語として、ヒューレット・パッカードの HPGL2 と、ヒューストンインストゥルメンツの DMPL がある。例えば PA3000 万 2000PD といったコマンドがあった。フォートランやベーシックを使っているプログラマーは、一般にそういった制御言語を直接使うことはなく、コールコンプライブラリーなどのソフトウェアパッケージを使うか、機種に依存しない。 グラフィックスパッケージを利用した。例えば、ベーシック言語の拡張である HP のアグル、ライブラリー、ディススプラのようなハイエンドパッケージがある。それらは機種ごとに異なる座標の範囲に合わせて、スケール変換したり、低レベルなコマンドへの翻訳を行う。例えば、HP9830 でベーシック言語を使って X、XX をプロットする場合、 次のようなプログラムになる。10スケールマイナス1、1、1、1, 1。24、X イコールマイナス1、21、STEP0.1。30プロット X、XX。40ネクスト X。50ペン。60エンド。1959年のコールコンプ565のような初期のペンプロッターは紙をローラーの上に置き。 ローラーの回転で髪を前後に動かして、X 軸方向の動きとし、ペンは Y 軸方向にだけ動かしていた。この場合、髪の両端には穴が並んでいて、ローラー両端のスプロケットで髪がずれないようにしている。コンピュータービジョンのインタラクト I という機種は、製図用パンタグラフのような機構にボールペンを取り付け、それを動かす電動機をコンピュータで制御する方式だった。 動きが遅いという欠点があり、紙を平らに広げて描くため広いスペースを必要としたが、デジタイザーを兼ねることができた。後にペンを取り付ける部分が改良され、自動的に複数のペンを入れ替えて描画できるようになった。それによって多色描画が可能となった。HP やテクトロニクスは、 小型のデスクトップサイズのフラットベッド型プロッターを1960年代末から1970年代にかけて発売した。移動するバーにペンが取り付けられていて、バーが X 軸方向に動き、ペンはバーに沿って Y 軸方向に動くようになっている。バーに重さがあるため動きは比較的遅かった。1980年代 HP は 小型軽量な HP7470 を発売。紙の端を上下からホイールで挟んで、前後に動かすグリッドホイール機構を採用しており、20年ほど前のコールコンプのプロッターのような穴が不要だった。両端をウレタンでコーティングされたローラーで挟むため、紙の両端に描画されない余白が生じる。ペンは両端のホイールの間を移動するカートリッジに、 設置される。このような小型プロッターはデスクトップグラフィックス用としてビジネスでも研究室でも人気となったが描画速度は相変わらず遅いため印刷用途には不向きだった。一つの用途としてグラフィックスインテリジェント端末 HP2647 はプロッターを使って OHP シートに大きな文字や図を描くことができた。 これはマイクロソフトパワーポイントのようなプレゼンテーションソフトウェアの先祖にあたる。インクジェットプリンターやレーザープリンターが高精細な図を印刷できるようになり、メモリもコンピュータも低価格となってラスターイメージを容易に生成できるようになったため、ペンプロッターは存在価値を失った。ただし、グリッドホイール機構はインクジェット式の大型の光学用プロッターに今でも 使われている。欧米では、6色のペンを備えた、HP7475 プロッターを、スーパーマーケットのグリーティングカード売り場などに置き、隙間図柄のカードを作るというサービスが行われていた。民生用をターゲットとした製品が開発されたことも、あるが一般に広く普及するには至らなかった。2000年代に入る頃には、ペンプロッターはほぼ廃れ。 大判のインクジェットプリンターや LED トナー式のプリンターにとって変わられた。そのようなプリンターをプロッターと称することもあるが、基本的にダスターイメージとして印刷しており、本来のペンを機械的に動かすというプロッターの定義とは異なる。それでも現代のプロッターも HPGL2 のようなベクター言語を解釈して印刷できるようになっている。これには、 その言語がテキストのコマンドを使って描画方法を効率的に指定できる方法だからという面もある。製図の図面などはラスターイメージで保存するよりも HPGL2 などで表した方がずっとコンパクトになる。しかし2010年代になると再びプロッターが脚光を浴びるようになった。プリンターしか見たことのない世代にとってのプロッターの目新しさから クラウドファンディングで独自開発のプロッターへの出資者を募集して商品化したケースもあった。レーザー刻印、レーザーカッター機能のついたペンプロッターが 3D プリンターにより安価に製造可能になったことが要因である。さらにプロッター開発は技術的な難易度が低いこともあり既存商品のプロッターを模倣したりコピー商品を 制作販売する中国企業なども現れるようになった。こうした中国企業のプロッターは 3D プリンターの普及に伴い安価に製造され、セット化された部品を自分で組み立てる方式にして低価格化し、ネット通販サイトで1.5から3万円ほどで販売されるようになった。こうしたことから一般的とはほど遠いものの、 プロッターを個人が利用するための環境は以前よりも増えつつある。ペンプロッターはペンなどの器具を紙の上で動かして図を描く。つまりプロッターが描けるのは線画に限定されプリンターのようなビットマップ画像は描けない。ペンプロッターは文字も含めた複雑な線画を描けるがペンを機械で動かしているため。 描画速度はプリンターに比べるとかなり遅い。一般にある領域を色で塗りつぶすことはできず、一定間隔で何本も直線を描くハッチングで塗りつぶしの代替とする。ペンプロッターは主に製図やカナダドル用途に使われており、高精細な図を大判の紙に描けるというのが強みである。特別な用途としては特殊な紙に、 プロッターで描画することで触覚で絵が感じられるようにし、視覚障害者がイメージを認識できるようにするという用途がある。プリンターとは異なり、ペンプロッターの速度はページの印刷速度ではなくペンの速度と加速度で比較される。ペンプロッターの速度は使用するペンの種類によっても制限され、ペンの選択も最終的な速度を決める重要な要因となっている。 実際、最近のペンプロッターには使用するペンの種類に合わせて、移動速度を制限するコマンドも用意されている。プロッター用のペンは、様々なものがあり、今では量産されていないものも多い。製図ペンのペン先がよく使われており、手書き用の製図ペンと部品が共通になっているため、新たに入手可能である。HP の初期のプロッターは独自のペンを使用していた。 セミ室のペン先の場合、ペン先の魔耗によって線の幅が変化していく。2000年代中頃からアーティストやハッカーの間でカスタマイズ可能な出力機器としてペンプロッターを見直す動きがある。紙にペンで線を引くため通常のデジタル技術での出力とは違った味わいがあることが理由の一つとなっている。 30年前の古いペンプロッターであっても動作するものが少なくない。現代の商用のグラフィックスソフトはペンプロッターを直接駆動したり HPGL ファイルを作成したりできないものが多いが現代の OS 上で HPGL を扱えるソフトウェアパッケージも存在する。近年のプロッターでフラットベッド方式のものついて言えば一般的には 以下のような部品でできている。ありがとうございます。